典型的な不鎮空母であるエニウェト区間省にあるアメリカ軍の滑走路の空撮写真。不鎮空母、沈まない航空母艦は軍事力の戦力当社を拡張的に展開できる、すなわち仮想的により近い場所にある自衛軍が支配している陸地、特に地理上の島、ないしは政治的意味で周囲から孤立した地域を指す比喩表現。こうした場所は、 軍用飛行場として機能させることができ、また物理的に破壊することが困難な陸地であり、事実上動かないものの沈むことのない航空母艦と同様のものとなる。安心ブるエアクラフトキャリアという表現は、当初は第二次世界大戦中、太陽を間に挟んでの日本との太平洋戦争において、アメリカ空軍の爆撃機のために軍用飛行場を設置できる。 可能性がある戦略的に重要な太平洋の島々や干渉を指していた。日本でも航空母艦に退治する当社の陸上基地を指して、不鎮空母ないし、不鎮航母,母と称することがあった。南西太平洋方面において、アメリカ軍はとびとびに数多くの島々を経由するアイランドホッピング作戦を展開し、そうした島々を守備していた日本軍を駆逐した。 アメリカ海軍の建設工兵隊は、対日作戦支援のために、迅速に、しばしば何もない状態の場所に、ゼロから滑走路を建設することとなり、時には、干渉全体が滑走路に覆われることもあった。現在のマルタ共和国となる、以前の英領、マルタや、当時は、軍用飛行場であった、ケプラビーク国際空港のあるアイスランドは、第二次世界大戦中に、 不鎮空母と表現されることがあり、特にマルタは数軸国側から攻撃の的とされた。アメリカ軍は国境内戦後の台湾や冷戦期におけるブリテン諸島や日本を不鎮空母とみなしていたと考えられている。ジョージ・オーウェルの小説1984年の作中ではイギリスにあたる地域がエアストリップ1と称されている。1950年代以降、 日本では、米軍基地の集中する沖縄を指して、不沈空母になずらえる表現が用いられることがあった。冷戦末期の1980年代初頭、アメリカ合衆国国務長官であった大役大将、アレクサンダー・ヘーグは、イスラエルを、世界最大の沈むことのないアメリカ軍空母だと、表現した。1983年、日本の内閣総理大臣であった、中曽根康弘は、 アメリカ合衆国を訪問した際に、ワシントンポスト社主との朝食会に臨み、ソビエト連邦からの爆撃機による攻撃の脅威に対抗し、アメリカ合衆国連邦政府を支援するため、日本は太平洋における不沈空母にすると発言した。この発言は、通訳の意訳から生じた誤解に基づくものと申されていたが、中曽根自身は発言を否定せずに追認し、 その後も自らその言葉を使ったと述べている。2017年1月12日に外務省が公開した外交文書によれば中曽根が確かに日本列島について不沈空母のように強力に防衛すると述べていたことが改めて確認された。南シナ海の南沙諸島海域における中華人民共和国の人工島建設に関連する報道では 暗礁を埋め立て滑走路を備えた人工島を不沈空母になずらえる表現が用いられる例がある。第二次世界大戦中の1942年にイギリスは切り出した氷山を船体とする氷山空母とすれば損傷部の修復を無人像にある海水で行えることから理論上は沈まない航空母艦が実現するとして氷山空母の研究プロジェクト ハバクック計画を進めていた。ハバクック計画では、220万トンの排水量を持つ船体で150機の総発爆撃機を搭載するというデザインで模型が製作され、パイクリートの強度テストも行われたが、費用面の問題から実際に建造されることはなかった。百四十四年に完成した、大日本帝国海軍の航空母艦、大は、戦時の経験を活かし、 防御を強化した実践的な不沈空母と言われたが、ウイジンのマリアナ沖海戦で雷撃を受け、燃料の漏洩から爆発を起こし、沈没した。当時の大日本帝国海軍の空母では、赤城や未完成のシナノも不沈空母と称されることがあったが、いずれも太平洋戦争で沈没している。こうした、実際には撃沈された不沈空母は、幻の不沈空母と称されることがある。 ありがとうございます。